里崎チャンネル。こんちは。さあ、今日はですね、里崎智也のピックアップニュース、WBC 編。ということでね、まあ、皆さんもご存知の通りね、WBC 日本代表ね、鈴木誠也選手、右脇腹負傷の回復が見込めず、出場辞退っていうね、ところが、発表されましたけどですね。まあ、脇腹はきついね。まあ、今までね、いろんなとこも怪我しましたけど、脇腹と、あとふくらはぎっていうところは、結構長引くし、無理するとかなり2、3ヶ月っていう出場できない、っていうことも増えてくるんで、まあ、まあ、脇腹痛めたって聞いた瞬間に、これはまあなかなか難しいんじゃないのかなっていうね、ところは、感じましたけど、ある情報によると開幕もちょっと厳しいんじゃないのかなっていうところもありますし、まあね、元気に行かなきゃいけないっていうところを考えれば、まあこのね、出場自体っていうところは、まあ仕方ないかなっていうね。でもまあこのね、そのもちろん鈴木誠也選手が、日本代表にいることによってのプラスアルファっていうかね、存在感っていうか、いろんなところでね、チームを引っ張っていく、もちろん結果もそうだけども、そういったところでの、この離脱っていうのはね、かなり痛い。けどもよ。これはもうポジティブにね、もう仕方ない。現状起こったことは仕方ないっていうところで、やっぱりね、日本を応援しているね、皆さんには伝えたい。これをポジティブにね、もうね、やっぱ感じて、考えていかなきゃいけない。いなくなったのはね、それは痛い。しかし、ね、日本代表、ね、そんな日本、層薄くない。熱い層があるわけですから、いることに越したことないし、いないのはめちゃくちゃ痛いけども、それの代わりに入っていく選手もね、素晴らしい選手なんだからね、そういったところではね、不安なく戦えると思うんでね、そういったところは、この層の厚さっていうところを信じてね、侍ジャパンを応援して、行ってもらいたいっていうところはありますけども、まあ、今回ね、代役として、まあ、誰がね、考えられるのかっていうところで言うと、まあ、報道ではね、近本選手だったり、西川選手だったりね、報道出てますけど、佐々木の中ではもうね、一択です。この選手をもうね、代役としては、もうこの選手しかいないやろっていうね、その選手。誰かっていうとですね、この選手です。日本ハムの松本選手です。ね。まあでもここはね、ちょっと不安があります。膝っていうね、昨年もね、怪我からしてて膝。で、しかもですね、この松本選手で、言うとですね、まあ試合にはね、出てるの。で、しかも、4打数2安打ね、ヒットも2本打って、非常にね、いい状況に、あるんだけども、25日のね、楽天戦にはフルイニングで、出て、で、松本選手本人で言えばね、ちょっと自分の許容範囲を超えたと。ね、前日、楽天戦にフルイニングで出て、終わった後に思ったより良くなかったので、無理しなかったっていうところでね、次の26日の阪神戦はね、欠場。オンで、キャンプ中は朝からジョギングをして膝を温める姿もあったと。早く完全に良くなってほしい。なかなかスッキリしないのが現状ですっていうところでね、これはもう本人のコメントなんだけども、これを考えるとね、このやっぱ万全じゃない膝がね、っていうところでは、まあこのね、本当はもう俺の中では、ね、もうなぜならね、この右の、ただでさえね、右が少ないわけ。だから現状で言うとね、キャッチャー右だね。もち、甲斐が出ても中村が出てもね。キャッチャー右。大城が出たら左だけどね。キャッチャー右。ファースト、予想は牧、岡本、山川だね。これも全員右。で、セカンド、山川牧。これ右ね。で、ショート、源田、サード、村上。これ左。で、レフト、ね、近藤、ヌートバー。で、鈴木だったところでね。右が、キャッチャー、ファースト、セカンド、ライト。だからまあ4人ね、まあいたっていうところで、ここでね、で、ベンチからっていうところで考えてもね、それ以外の選手はシュート、あとまあ近藤、ね、といったところは左だしね、中野っていうところも左だし、ここでね、左ってなると、もう外野全員左になるからね、そう考えると、やっぱり右バッターが欲しいっていうところで考えると、昨年、首位打者、ね、足のスピードもある、守備もうまいってことを考えたら、若干ね、外野のメンバーにね、不安がね、あるって、俺はそんななかったけど、みんな不安あるっていうところを考えるとね、守備面も含めて、この松本選手、日本ハムね、しかいないんじゃないのかっていうところはあるんだけどね。でも、ちょっと膝がね、思わしくないっていうところで、どうなんだろうね、これは無理なのかな。まあ、無理もさせれないしね、開幕もあるしね。だから、どうな、まあ、打診すんのかな、しないのかな。まあ、元気だったらもう松本選手しかいないっていうところなんだけどね。まあ、これがもし、松本選手が仮にダメなんだったら、それはもう近本だね。今、オープン戦でもね、状態いいし、足のスピードもあるね。センターっていうポジション。ちょっと本職がね、センターいないから、センターっていうポジションでもね、チームの核になれるっていうところを考えると、それはもうね、松本が俺は右の右だしね。もしこれがね、吉田正尚、ね、近藤がもしね、
欠場しますってなったらもう無条件で近本が一番手。これね、右の鈴木誠也が欠場っていうね、ところで右って言ってんだけど、これ左だったらもう近本なわけ。だからもし、松本がね、膝で厳しかったらもうこれはね、近本で、もうバチッと行ってね、足も使える。今ね、オープン戦見てても状況いいっていうね、状態もいいっていうところを考えるとね、これは近本選手でいいんじゃない。まあこの二人だね、まあ本当ね、怪我もしたくない、してほしくないからね、あれだけど。でもまあこのね、欠場っていうのはね、これ毎大会ね、付きまとうものなのよ。だからね、2006年、第1回目も本戦始まる前にね、黒田さん、ね、メジャーにも行った黒田さんがカープのね、選ばれてたけども、ちょっと指か肘かなんか忘れちゃったけど、それのね、違和感によって、代表辞退してね、代わりに入ってきたって。マハラだったかな？誰だったかな？入ってきたっていうところもあるしね、本戦始まってもね、日本ラウンドで石井宏斗がね、肘肩かだったかな、壊しちゃって、でそこからまたメンバー交代っていうところもあったし、アナハイム2次リーグ行った時はね、岩村が韓国戦でね、ハムストリングの肉離れでね、欠場っていうところも、あったしね、2009年は村田だったかなっていうところがね、自殺っていうところもあったんでね、これはもうね、毎大会起こる可能性があるわけね。まあそういったところではね、こういった状況になってもね、誰かがね、カバーしていくっていうところがね、日本の層の厚さだと思うんでね、そこは、心配せずね、代役の選手を胸張ってね、頑張ってもらいたいなと。で、ここね、宮崎で、侍ジャパンね、練習試合、行われてましたけども、まあね、これ調子良ければいい。ね、調子悪くても、これはもう調整だからね、こういったところで、あたふたしてる必要ないね。もうこれはもう全幅の信頼をってね、信じて、しかもダルビッシュがね、いろんなことを教えながらね、各選手、佐々木朗希のスライダーなんてね、めっちゃ良くなってきてるからね、ダルビッシュがいろんな選手とコミュニケーション取りながら、いろんな指導とかね、教えとか一緒に練習してね、いろんなピッチャーがね、気づくことあってね、まあこの、WBC 本戦に向けてはね、速攻性で何かがね、もちろん、この佐々木朗希のスライダーみたいに速攻性で良くなるっていうことはね、あるかもしんないけども、まあそこまでないかもしんないけど、なんか未来にね、WBC 以降の未来にとっては、このダルビッシュがね、今多くの選手と一緒に練習しながらね、一緒に頑張っていることっていうのは、かなりね、日本プロ野球の底上げにもつながってね、いい影響をね、出すんじゃないのかっていうところでは、非常にね、このダルビッシュが早くからね、参加してくれてるっていうのはね、ありがたいし、で、その中でね、若干気になるところがね、守備のエラーだね。これね、やっぱりね、WBC 級っていうのは、ピッチャーにとってもね、かなり大きな問題あるけども、野手の方がね、何気に大きな問題あるの。それはね、2006年プレイして、肌で感じて分かってるんだけど、まあ、ピッチャー最悪ね、縫い目に自分で指を合わせて、自分の握りで投げれるけども、野手っていうのは飛んできて、それを一発で投げなきゃいけない時に、指に縫い目が一切かからない可能性も十分あるわけ。で、そうなったらやっぱね、滑るから抜けやすくなるんだよね。で、ピッチャーだったらロジンとかね、つけてっていうところもあるから、野手もね、選手によったらロジンとかをね、ポケットに入れて、それを使って、なんとかね、っていうところもあるし、日本のボールっていうのは、こういうふうにね、腹で握ってても、ここの腹でこういうふうに握ってても投げれるんだけど、メジャーのね、WBC 球ってね、若干これね、指立てないと抜けちゃうんだよね。だから肘とかにね、負担かかるっていうのがあるんだけどね、この指を立てて抜けないようにしてあげなきゃいけないっていうのはね、かなり意識しないといけない。だから前回の大会でもね、スローイングっていうと、前回じゃなくて2006年の大会でもメキシコ戦ね、ファーストランナーがエンドランみたいに走って、俺がセカンド投げて、で、強しがね、取ってワンピースでファーストを投げたらね、それが悪送球になってランナーが三塁行くっていうね、ところもあるわけ。このね、パッパ、こう、取ってね、握り替えたりできる時間があったらいいけども、こうすぐ投げなきゃいけないっていうとね、この、やっぱ野手のね、悪送球っていうのがね、増えてくるから、そういったところはね、野手もロジンを使ったり、そういったところが必要になってくる。で、まあ今回ね、こういう練習試合とか、まあこっから強化試合ね、あるけども、そういったところではね、非常にこういったミスはね、そこで修正していけばいいからね、そういったところではこういったところでね、ミスが出てるっていうことは、逆に、いいところでもあると思うの。でね、佐々木はね、なんとこの WBC 全試合解説します。まずはですね、4日の名古屋の強化試合、Amazon プライムで解説します。で、7日の京セラドームでの強化試合、Amazon プライムで解説します。で、9日からの本戦、中国戦、Amazon プライム、韓国戦、日本放送、チェコ戦、Amazon プライム、オーストラリア戦、Amazon プライム、準々決勝、日本放送、準決勝、
現地に行きます。佐々木フロリダ行きます。アマゾンプライム決勝、アマゾンプライムと、WBC 全試合解説しますので、ぜひ皆さんね、アマゾンプライム、そして日本放送ね、佐々木の解説ぜひ聞いてください、ね、いろんな試みがね、アマゾンプライムをね、映像上行われるっていう話も聞いてるんでね、皆さんにとってはね、新鮮で新しいね、その映像技術でね、また新しい野球中継で見せれると思いますので、ぜひ佐々木解説で、お楽しみください。ということでね、今日はね、この鈴木誠也選手のね、まあ仕方ない怪我っていうところでね、出場辞退っていうなったところで、まあ大会選手ね、どうなるのかっていうところをね、話しましたけども、まあ怪我さえなければね、松本選手がいいかなと思いますけど、まあ無理もしてほしくないんでね、そうなったらまあ近本選手っていうところがね、いいのかなと。まあでも誰になってもね、日本の底力からあるからね、これはもう世界一目指してね、ぜひ頑張ってもらいたいというところで、今回はね、このニュースをピックアップしてお送りしました。ということで、佐々木智也のピックアップニュースでした。頑張れ日本、世界一へ。